皆さんこんにちは。今日は、パソコン教室を普段、ゆず局の局舎で行わせていただいているんですけども、それをテレビ版ということで、放送させていただきたいと思います。今日の内容は、パソコン教室の内容で、初めてのインターネットというものを、行いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきますので、皆さんご自宅でパソコンを立ち上げて用意してください。今日は初めてのインターネットということで、まずインターネットというものがどういうものかというのを、説明していきます。インターネットとは、世界中のパソコンを回線で結んで世界中の人たちや会社がいろいろな情報を受け渡しするコミュニケーションの場です。また自宅にいながら必要な情報を入手、電子メールを利用して遠くにいる人と情報の交換などを行うことができます。インターネットを利用するにあたって、必ず必要なものがあります。一つは、回線、一つは、ウェブブラウザと言われるものです。ここでは、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジの起動方法、基本操作をご紹介します。マイクロソフトエッジは、Windows というパソコンに、最初から付属しているソフトです。ちなみにウェブブラウザは、マイクロソフトエッジ以外にもあります。マイクロソフトのエッジのじゃ起動をご紹介します。デスクトップ画面にあるマイクロソフトエッジのアイコンをクリック、もしくはダブルクリックします。ちなみにデスクトップにそのアイコンがない場合は、スタートボタンというところから、全てのプログラム、マイクロソフトエッジの順にクリックすると、開くことができます。インターネットに接続されマイクロソフトエッジが起動しウィンドウが表示されます。画面上に表示されているものの説明になります。一つが、アドレスバー。現在表示されているウェブページの URL、ウェブページ上の住所みたいなものが表示されます。またここに見たいウェブページのアドレスを入力して検索することもできます。続きましてメニューです。マイクロソフトエッジの設定等が入っているボタンです。画面右上の点点点のボタンです。主に印刷とかそういったもので使うボタンになります。続きましてスクロールバー。ウェブページなどが画面に表示しきれない場合に画面を上下に移動、スクロールと言います。上下に移動するときに使用します。また画面が左右に表示しきれない場合はウィンドウの下部にも表示されます。マウスのホイールでスクロールすることもできます。続きまして、ウェブページをいろいろ検索する方法になります。ウェブページを検索して閲覧する方法は主に2つあります。1つ目は先ほどのアドレスバーに見たいページの、アドレス、ウェブページの URL を入力する方法。2つ目は、検索ボックスというところに調べたい事柄を入力して、検索する方法です。こちらでは、検索ボックスに、調べたい事柄を入力して検索する方法をご紹介します。こちらでは、Yahoo Japan のウェブページ内の検索ボックスを、使います。でまず検索ボックスのところをクリックします。ここでは、スマイルクラブオフと入力して検索してみましょう。検索をしていただきますと検索結果というものが表示されます。スマイルクラブオフに関するウェブページのリンクが表示されます。次に検索結果から、スマイルクラブオフ初期登録入間ケーブルテレビ株式会社をクリックします。スマイルクラブオフのウェブページが出ます。ウェブページ内の文字や画像にはポイントするとマウスポインタが指マークに変わるところがあります。マウスポインタが指マークに変わった場所、文字や画像でクリックすると指定されているウェブページへ移動します。これをリンクと言います。一般的にリンク設定されている文字には色や下線がついています。それではリンク先を開いてみましょう。ウェブページの下部にあるスマイルクラブオフにログインするをクリックします。リンク先のウェブページが表示されます。今回は
ログインせずにサイトを見るをクリックしましょう。こういった形でリンク先へ開いていろいろな情報を見ることができます。それではエッジを使ったお気に入りに登録の仕方をご説明します。よく見るウェブページや気に入ったウェブページはお気に入りに登録します。お気に入りに登録するとアドレスを入力しなくてもマイクロソフトエッジのお気に入りの一覧から選ぶだけで登録したウェブページを表示することができます。ここではゆずの里ケーブルテレビのウェブページをお気に入り登録します。それではヤフー画面に一度戻っていただきまして、検索ボックスにゆずの里ケーブルテレビと入力し、ゆずの里ケーブルテレビのウェブページを表示しましょう。ゆずの里ケーブルテレビのウェブページが表示できたら、アドレスバーの右端にある星のマークをクリックします。クリックするとプルダウンメニューが表示されますので、保存をクリックします。それでは保存したお気に入りの登録の確認です。ゆずの里ケーブルテレビのウェブページがお気に入りに登録されたことを確認しましょう。マイクロソフトエッジを最初に起動した画面に戻ります。アドレスバー左端にあるホームアイコン、家型のマークのところをクリックします。メニュー横にあるお気に入りをクリックし、プルダウンメニューを表示します。メニューが表示できましたら、一番下にある、表示された項目ゆずの里ケーブルテレビをクリックします。クリックすると先ほど登録したウェブページ画面と同じウェブページが表示されます。以上でエッジの方法使い方終わりますので、終了するときのご説明です。インターネットの利用を終了します。マイクロソフトエッジを閉じるとインターネットは終了します。画面右上にある閉じるボタンをクリックします。ウィンドウが閉じられマイクロソフトエッジが終了します。インターネットの使い方として一つとしてネットショッピングがございます。今回ネットショッピングの仕方を少し説明させていただきます。今回ネットショッピングの例としてヤフーショッピングを利用します。ヤフーショッピングはヤフージャパンというところが運営するウェブサイトです。日用品から食品、ブランド用品などさまざまな商品が登録されています。ネットショップの多くを買い物に利用する際にユーザー登録が必要になります。ヤフーショッピングの場合にはヤフー ID を取得しておくと便利です。ヤフージャパン ID がなくてもお買い物はできます。じゃあそれではネットショッピングのご紹介になります。まずヤフーのウェブページを開いていただきます。マイクロソフトエッジのアイコンをダブルクリックして立ち上げていただきますと、ヤフージャパンのホームページが出てきます。ヤフーショッピングのウェブページを開きます。左側にあるショッピングをクリックします。そうするとヤフーショッピングのウェブページが表示されます。それでは商品をまず探していきます。ヤフーショッピングで商品を探す方法は、カテゴリー検索とキーワード検索の2通りです。まずそれでは、カテゴリー検索で商品を探していきます。カテゴリー検索は条件を絞り込み商品を探す方法です。画面左側のカテゴリー内から今回は食品、ドリンク、お酒のカテゴリーを、ポイント合わせますと、右側に米、雑穀、粉類というものが出てきますので、そちらをクリックします。さらに左側のカテゴリーを絞り込むから今回は米、ご飯を選びクリックします。カテゴリーを絞り込むことによって目当ての商品までたどり着くことができます。ここからさらに絞り込むこともできますし、表示の順番を変更することも可能です。
カテゴリーを絞り込む検索だと知らなかった商品を見つけることもできます。続きまして、キーワード検索で商品を探す方法です。キーワード検索はお探しの商品の商品名や型番で商品を探すことができるほか、退職プレゼントなど抽象的な言葉で検索することも可能です。画面左上にある Yahoo ショッピングをクリックすると Yahoo ショッピングのトップページが表示されます。ちなみにトップページとは、特定のウェブサイトへの入り口にあたるページのことです。各ウェブページへのリンクなどを含み、サイト全体の顔としての役割を果たします。検索ボックス内に今回は諸山ゆずと入力し、検索をクリックします。検索後の結果の一覧が表示されます。キーワードを具体的にするほど検索結果が少なくなります。気になった商品をクリックすると詳しい内容が確認できます。それでは購入の方法です。商品を購入する場合、気に入った商品が見つかった後、商品の内容や価格、送料などの確認をします。確認の際は口コミを見てみるのも大事です。それでは今回は朝原酒造さんの素敵なゆず酒マキシマム 1.8 リットルを選んでみましょう。内容・数量を再確認し、商品をカートに入れるをクリックします。カートに入れるだけでは注文は確定しません。ちなみに内容や数量の確認する場所に関しては、右側の、カートに入れるの付近にまず上に数量、内容はまずその上の方に、記入があります。金額などを含め、確認しましょう。それでは商品の注文手続きになります。ショッピングカート一覧の上ページが表示されます。送料も表示されますので、送料と商品の金額を確認し、ログインして注文手続きへか、ログインせずに注文をクリックします。今回はログインせずに注文をクリックします。お届け先や支払い方法などを入力する画面が出てきますので、そちらを入力し、ご注文内容の確認を最後にクリックします。次に表示されるウェブページで最終確認をしていただき、ネットショッピング完了です。今回はご注文手続き上のウェブページまでになっております。はい、以上でネットショッピングのご紹介を終了します。先ほどのマイクロソフトエッジの終了と同じように、終了する場合はマイクロソフトエッジの右側にあります閉じるボタンをクリックして、ウィンドウが閉じられればマイクロソフトエッジが終了となります。以上でインターネット入門講座の終了となります。インターネットのご紹介いかがでしたでしょうか。今、ご自宅にいる時間が、長くなっているかと思いますので、ぜひパソコン等ご利用いただいて、有効にご活用いただければと思います。